チャトラブどうも、しのこです。五等分の花嫁コラボ来たー。待ちに待った五等分の花嫁コラボ、皆さん楽しんでおられますでしょうか。形式は相変わらずのおはじきですが、イベントの盛り上げ方や配布の豪華さはおそらく1ヶ月前の8周年イベントを超えていますね。一体全体周年イベントをなんだと思っているのだと問いたいところですが、まあ今イベが盛り上がっているのならそれはそれでよしでしょう。というわけで私は今現在見てもらってもわかる通り、初日馬車を回している最中です。できるだけたくさんの五等分の花嫁キャラが欲しいところではありますが、今現在での愛護残高は5万9000ポイントほどで、そんなに大量に馬車は引けないというわけで、一か二の肉四つ葉のこの4体のトリプルゼータキャラのうち、誰か1体でも出た瞬間即終了とさせていただきます。ただ裏を返せば、トリプルゼータが1体出るまでは無限に馬車を回し続けるので、本赤の愛護が底を尽きてしまう前に早いところトリプルゼータを出して逃げ切りたいところ。おおなんて言っている間に、トリプルゼータではなかったものの Z 花嫁キャラが一気に2体も降臨。 Z キャラの確率はみんな高いため、出てくれるのは当たり前ですが、それでも早めに出てきてくれて嬉しいです。おお、そしてさらにはもう1体の Z キャラさんも降臨。 Z1 期 Z2 個 Z2 のの3体が降臨し、今回のコラボ Z キャラは早くもこれにてコンプリートですね。この子たちは性能自体もそれなりに強い上に、さらにこの子たちは今回のイベントにて取り巻きステージ特攻や通常おはじき特攻を持っているので、普通にゴリゴリ今回のイベントにて使えるのであります。ですが今回のおはじきイベントにて一番重要となってくるであろう強敵おはじき特攻や強敵ステージ特攻はこのトリプルゼータ4体たちが持っているので、早いところ誰か1体でもいいので早く出したいところ。おお、なんて言っていたら、今回のイベントキャラではないものの、地味に強いスキルを持っている、トリプル S のメイドの花子が降臨。この子は一見すると、普通のトリプル S キャラにも見えなくもないですが、回復量がかなり高い復活のスキルを持っております。普通のトリプル S キャラの復活量は、スキルまで400なのですが、この子はスキル間にするとなんと、650もの回復量を発揮します。これは、復活時に技ゲージは満タンにはならないけど、その代わりに回復量は、少し多めにしておくねという珍しいスキルです。なので皆さんぜひ、この花子さんをゲットできたら、デートで使うために、スキルをマックスにした後に、このようにレベルを10で止めておく、俗に言う一斉止めをしておきましょうね。と言っている間に馬車は100連目を突破し、ワイポ残高は2万を切っている。一応言っておきますが、無限にトリプルゼータが出なさすぎて、ワイポゼロ期とかは誰も期待していないぞ。0.9% の確率でトリプルゼータが出るのなら、そろそろ1体くらいは何かトリプルゼータキャラが出てきてくれてもいいのでは。なんて言っていたら、さては、さっきから赤カットインしか見てないぞ。いくら最近は馬車の仕様が変わって赤カットインが出やすくなったとはいえ、これはさすがに赤が出すぎなのではないのか。そして、ワイポ残高はついに5桁を切ってしまう。ああ、また赤カットイン。さては私をいじめに来ているのか。3連続赤カットインは聞いてないぞ。そして、ワイポ残高的にもおそらく、次が最後の10連チャンス。このまま何もトリプルゼータを出せず見せ場を作れないまま、ワイポゼロで動画が終了するなんてことだけは絶対に避けたい。さあラスト10連、頼むにじってくれー。おお、最後の最後でようやく二次カットイン。140連目にてようやく、今回初の二次カットイン。もう何でもいいです。誰でもいいです。トリプルゼータを引きずり出して、今回の初日馬車を少しでも意味あるものにしておくれ。おお、そして、馬車の中身からは、トリプルゼータのミノが降臨。やっと、やっとですよトリプルゼータマン。140連も駆け上がって、よくもまあ済ました顔して、堂々と出てこれたなと言いたいところではありますが、その可愛い瞳に免じて、許してあげることにしましょう。というわけで、今回のトリプルゼータ出るまで初日馬車終われま10コーナーは見事140連にてフィニッシュです。さあめでたしめでたし。さあこれからも引き続き楽しく、プニをプレイしていきましょうね。今日も私、ツチノコ生きています。
こんな人生ですけど、今日も元気に生きています。おそらく、プニ人生4年半とかの、土残しですが、ワイポゼロになったのは、本日が初めてでございます。かつての1000年以上ワイポガシャを回す企画でさえも、ワイポ残高ゼロまでは、言っておりませんでした。まさか本当にこんな日が来るとは、何の罰ゲームでもないのに、まあいいでしょう。ここまでの罰をかますことによって、美味しいサムネができたことを考えれば、なので、ワイポ難民の皆さん、安心してください。あなたたちのすぐ、近くに、ワイポ残高ゼロの男がいます。今日から、私とあなたたちは大切な仲間です。共にまたワイポを稼いでいきましょうね。プニプニ、最高を。さあ、今回も、イベント攻略やっていきましょう。今回の取り巻きステージも、どれも難しいステージばかりですが、幸運なことに、取り巻きステージ特攻のキャラはもう、ほとんどガシャから出てしまっていますので、さっさと特攻を使って、終わらせれるところは終わらせていきましょう。そして唯一、取り巻き特攻キャラが出なくて、無特攻で攻略しないといけない、ステージが、裏ステージ3の3の2のステージです。このステージでは、定期的に、自身の技ゲージが吸収されてしまう、ステージなため、自身で確認フリースキルを持っている、薄ら影キャラたちをたくさん乱用して、とにかく技を打ち続けていきます。特攻がいないとフィーバーに入る余裕すらないと判断したため、とりあえず隙あれば技打ち戦法で討伐頑張っていきたいと思います。お、なんて言っていたらいつの間にか倒せてました。裏ステージ3の3を特攻なしでクリアです。これにて取り巻きステージは全て討伐することができましたね。そしてさあ、残りの封印も施すために、続いてはおはじきをレベル10までクリアしていきましょう。今回のガシャにて出てきてくれた強敵おはじき特攻キャラはトリプルゼータニノのみですが、果たしてこのトリプルゼータニノのみで強敵おはじきをレベル10までクリアすることはできるのでしょうか。結論無理なので、フレンドさんに全キャリーを申し込んでみることにしましょう。なので私とも4年くらいの付き合いであるフレンドであるラクさんに手伝っていただきながら、おはじきのレベル10が完了しました。というわけで無事におはじきレベル10まで討伐で封印をマックスにすることができたというわけで、お実際こう。さあ、あとは強敵ボスであるトリプルゼータイツキさんを倒して仲間にするのみですね。無特攻パーティーといえばもうこれしかないでしょう。最強不思議パーティーです。ある程度の不思議パさえ揃っていれば、将棋種族などのフィーバーゲージが溜まりやすくなるスキルなどを利用して即座にフィーバーに入り、打てる技をバンバコ打つことによって、なんとかしていつきさんの HP 190万を削り切ります。このような戦い方になると、クリティカル種族がマジで最強になってきますが、もし持っていない方がいましたら、クリティカル種族の枠にはダメージカットスキルを持つキャラでも鎮座させておきましょう。運が良ければ全然ダメージカットスキルが発動し続けるなんてこともあり得るので、種族なしでの無特攻攻略も全然可能にはなってきますけれども、私はそんな運ゲーをするのは面倒くさすぎるので、しっかり堂々とチート種族を乱用しております。プニ実況者の鏡ですね。そしてようやくここらで価値が見えてきたので、鉱物を上げてみます。 HP88 万、果たして削り切れるのか。おお、91万ダメージということはクリアです。見事強敵ボス特攻がいなくても無事に五木さんステージを倒すことができてしまいましたね。ただ勝率はそれなりに高くはないので、何回もトライする必要はありますが、一回勝てることが証明されればあとは簡単です。五木さんが仲間になるまでひたすらこのステージの周回を続けていきましょう。来ました、ついに来ました。今回はマジで時間がかかりすぎました。撮影時間は約4時間、ひたすら勝率の低い五木戦を繰り返し、50勝目くらいでようやく仲間にすることができました。トリプルゼータの五木さんゲットです。この子はイサマシのスーパーフィーバーマンということで、もうすでにイサマシのスーパーフィーバーマンは量産されているのは分かってはおりますが、それでもこの子は技の他にもスキルが強敵戦に特化しており、今後もイサマシファイツメンとして輝けるくらいのステータスは持ち合わせているのではないのかと思います。そして今回の初日ガシャにてワイポ残高が完全にゼロになってしまったホナカ君、一刻も早くワイポ特攻キャラをゲットしないといけないというわけで、今回はこのトリプルゼータのイツキさんをウルトラゼットランクに進化させたいと思います。ハッピーウェディングバージョンのイツキさんの爆誕ですね。これによりワイポ特攻キャラがゲットでき、おはじきを周回するごとにたくさんのワイポをゲットできるということで、今日からイベントが終わるまでの約2週間の間に少しでも多くのワイポを稼いでいきたいと思います。というわけで以上、こんな感じのイベント攻略動画でした。それではさよなら、ピンピンピストルーはキューン。